はい、私の園91日目です。91日目、8月1日ですね。暑い、立ってるだけで暑い。とりあえずトマト取るかな。トマト取ります。それからね、ピーマンも取ります。おい、とりあえずピーマンこんだけ。シシトウも取ります。はい、シシトウ収穫なんですけど、なんかシシトウにすんげーカメムシがついてる。まだ気づかんかったな。なんだこれ。わかるわかる。ちょっとグロー注意みたいな。お、めちゃめちゃカメムシがついてる。カメムシなんかな、よくわからん。取った方がいいかもしれんのんだが、あ、ニジヤフシテントウいる。ニジヤフシテントウいます。まだいます。まだ健在。虫がすげえな。どうしたらいいの。いっぱいついてる割にはあまり影響なさそうな。まあ、取った。これが、この判断でしょう。で、ナスです。まあ、前回ね、二重ヤフシテントをたくさん買ったせいか、ナスとかにはもういないですね、あんまり。テントウムシも。葉っぱはまあ、食われてはないかな。ちょっとまあ、持ち直すのを待つって感じですね。で、スイカです。スイカ今回収穫します。もうこれ以上大きくならん。今回収穫します。なんかね、ここのつるのここの部分が枯れてたら、このこれに接続するこのツタのこの巻きつくヒゲの部分がね、枯れてたらもう取っていいらしいっぽいんですけど、結構前にもうこうはなってたんですが、もうちょっと大きくならなかなと思って放置してました。このスイカじゃ小さすぎるわな。まあでも取ります。はい、ってな具合でね、アザラシ農園91日目でした。噛んだ。あっちい。皆さん、暑さに気をつけて8月乗り切っていきましょう。ほんなまた。